今日は6人今日6ですね6さんと、はい、なんか2と4つく日がなんかビュッフェ食べれるらしくて2日と4日と12、14、22、24ですね。あ、22、24、はい、はいはい。その日はなんか寿司とかしゃぶしゃぶとか、うん、焼き物も食べれるらしいですね。こう食べ放題です。で、6と9つく日は、うん、40% オフかな。全品 40% なの。ランチも 40% になるみたいです。こういろんな、で、今日は、まあ、この中から何品かちょっと頼んで、はい、食べてみようかな。この後もね、食レポ控えてるんで今日もあのちょっと食べ放題はちょっと今頼めないんで、地獄の3本撮り、そうなんです、3軒はしご予定が、3軒はしごですねここ、うん、3軒はしごの日なんで、うん、はい、どうしたん、僕今日気合入ってますから、ほら、あ、ほんとそれでいくんですか、今日は。今日これでいきます、はい、アウェイザムライ、アウェイザムライ、はい、この T シャツあれなんですよ、はい、黒沢さんっていう日本の、まあ、セレクションショップがあって、そこはもうサポートしてもらってるんで、はい、日本代表戦の時はこれで切るって決めてるんですよ。あ、そうなんですか、はい。まあ、今日一番なんで、ね、まあ、今年は初めて来ましたけど、うん、はい、今予選リーグはもう全然勝つって分かってたんで、あ、なるほど、まあ、決勝 T からね、はい、決勝 T、 はい、これ来て応援しようかなと思って、はい、でもう今日朝からもこれ来てます。で、夜カンボジア時間だったら夜1時からなんで、うん、夜1時にはもうだいぶ臭くなってるかもしれないですけど、でも僕脱がないですから、お、3時まで脱がない、試合終わるまで脱がないです。気持ち入ってます。あ、もう気持ち入ってます。あ、撮ってました撮ってたんですか、はい、あ、そうなんです、食べ放題で、いや、もう食べるの夢中になってて、すいません、喋ってなかった、今いろんなもの食べれるからね、いいっすね、一気にこんな、うん、たくさん、いろいろ贅沢できるって。なんか、しゃぶしゃぶとかもあるみたいですけどね、うん、まあ、一人ではちょっときついんで、はいはい、どうですか、この中でなんか、おすすめのやつ、これあ、鮭、これうまい、うん、皮まで食べれます。あとこれしめじ巻きね、うん、これ絶対うまい、これはうまい、うん、で、これ飲み放題が12ドルであるらしいんですよ、はい、これお酒飲む人が要はつまみ頼むじゃないですか、うん、これ と、 ちょっとこれは酒とすごくいいと思う。あ、特にこれ焼き鮭としめじ巻き、うん、食べ放題でこれ5個ぐらい頼んで、うん、ビール飲みまくって、これがまあ2か4がつく日にそうですね、できるビュッフェメニューですね。なるほど、まあ、この他にも もちろんたくさんまだまだメニューがあるんで、はい、ここだけの話っすよ、はい今ね、店長ちょっと店長と話して、うん、交渉してましたね、なんか、はい、オッティキャノン割引、はい、いただきました。お、素晴らしい。オッティキャノン見たって言ったら人数分の、ファーストドリンクがフリーになります。お、無料です。おお、7月いっぱいまで、やってもらえるそうなんで、まあ、ぜひ皆さんこの機会に。え、ドリンクは何でもいいですか。ソフトドリンクかビール。ああ、ソフトドリンクかビール、ソフトドリンクかビールが、無料で出していただけるので、はい、ぜひこの機会に6に来て、おとぎ頼みだよって言って、まあ、食事楽しんでください。で、まあ、あと2と1の桁ですね、うん、20何日とかはダメで、まあ、でも、2日4日12、14、22、24、うんうん、まあ、ビュッフェのメニューがあって、うん、で、あとその6と9の月日ですね、1の桁が6、9、16、19、26、29は、うんうん、40% オフでできるんで、うんうん、さらにオッティキャノン見たよで、
ファーストドリンクフリーになるんで、おお楽しい、大サービス、出血大サービスや、はい、うん、もうこの機会にぜひ、はい、よろしくお願いします。おっす、お疲れ様。